神林茂次郎は東京府出身のプロ野球選手、政治家。日大三中から明治大学へ進学。卒業後に満州電電へ進み、1947年に中部日本ドラゴンズへ入団。1949年に東急フライヤーズへ移籍。この年は93試合に出場し、翌年も73試合に出場した。 同級時代にバッテリーを組んでいた白木義一郎に釈伏されて創価学会に入信。1952年に毎日オリオンズへ移籍し、1953年に現役引退。1954年から2年間、高橋ユニオンズでコーチを務めた。1955年のシーズン中に創価学会を支持母体として、 船橋市市議会議員選挙に立候補して当選。同じく創価学会信者であったエースの野村武也に、軍監督の小田野賀氏はあと3人で、試合そっちのけで、選挙運動をしていたことが問題となり、ユニオンズを退団。以後、創価学会文化部から、公明政治連盟を経て政界へと進出。船橋市市議会議員、千葉県県議会議員を務め、 1967年の第31回衆議院議員総選挙で千葉一区から公明党で出馬するも時点で落選。1968年の第8回参議院議員通常選挙に再び公明党から出馬して初当選した。1974年の第10回参議院議員通常選挙で再選し、1980年に 政界引退するまで2期12年参院議員を務めた。1987年春の助訓で訓に等随法賞を受賞。2002年2月8日に肺炎のため死去。85歳没。ありがとうございます。